延長は1ラウンド用意されております。スーパーバンタム級はアンダー55キロリミット。この試合にタイトルはかかっておりませんが、武井良樹ベルトを取って初めてチャンピオンとして迎えます。放送席ご紹介いたしましょう。電話公式サポーター関根勤さん、正人さん、中村拓海さん、そしてスペシャルゲスト久松郁美さんです。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ラウンド武井良樹チャンピオンとしての初陣、ゴングを聞きました。赤いグローブ武井良樹、青いグローブ伊沢奈美人です。まずは関根さん、はい、もうたまらないマッチアップになりました。そうですね、もう伊沢も今のドリに乗ってますから ね、 ねさあローキックが、ね、武井にどう効くのかってね。そうです ね、 ね、ただ武井は早いですよ、はい、動き松さん、はい、そういう意味ではちょっと待ってください。ここ前に出ていきます。右ラッパーも織り交ぜる、左のハイキックまでつなげていきます。武井もう一つガードの間のストレート、いやーここはグイグイとチャンピオン前に出てまいります。離れ際右のフック、これは回より力強いですね。そうですね、スリップですね今、はい、まあ、ただお互いですね、このファイトスタイルというのは十分研究していると思うんですよね、まあ、その中でやっぱり武井選手は、武井は足を使いながらいろんな攻撃ができるんで、伊沢がローキックを当てたいならやっぱり近い距離じゃないとダメなんですよね、はい、だから伊沢はもっとプレッシャーをかけながらどんどん前に前に出ていくっていうことが大事になりますよね。ただそうすると伊沢もリスクがあるわけですよね。リスクはあるし、やっぱりそうなかなか捕まらないですよね武井は。そうです、伊沢選手はこうじりじりプレッシャーかけていくタイプなんで、武井選手にみたいにこう、ね、ぐるぐる回る相手をこう詰め切れないところも多分あると思うんですよね。でもあれですね、今の武井のパンチの内側にローキックを返すの、あれはいいですね。作戦としてはこの足を殺して動きを止めてパンチを当てていく、そして最後はローで KO、 そんな話をした伊沢です。しかしお構いなし、全て吹っ飛ばしていこうという武井です。久松さん、武井さん左、武井のこの入場時そしてリング上での表情、ギャップすごいですよね。そうですね、本当にもう普段は好青年の男の子なんで、なんかこうやって戦ってる姿が本当にかっこいいですね。あ、なるほど、うん、まあ、普段はどちらかというと可愛いですもんね。可愛いですね、本当に。21歳の武井、はい、伊沢選手ね、伊沢英雄伝説でチャンピオンになっただけあって、ええ、強いですね、まあ、このチャンピオンの圧力にもあまり引く場面ないですよね。全然当ててますからね、ええ、なかなか結構嫌がってますよ今のローキック、うん、あと伊沢選手タフなんですよね、なかなかこう攻撃効かないんで、頑丈なんですよ、ええ、大体試合がこう長引くといつの間にか伊沢選手ペースになって相手足効いてるみたいな、なるほど、展開になっていくんで、武井選手もこうテンポが攻撃当たってるんですけど、うん、この後の返しのローキックとかで削られていくと後半しんどくなってきますよ。武井選手今、武井は今のケリーですよね、はい、左のローがありました。パンチで勢いよりこう蹴って散らしていった方がまたよりパンチも当たりやすくなるんで、ガードを今やっぱり警戒して硬いんで、ジャブの連打からストレート、さらに前蹴りまでいきます。武井良樹残り第1ラウンド間もなく10秒になろうというところです。左のローキック、まあ、この伊沢は左右のローキックを打つことができます。左のミドルは武井サウスポースタイル、武井はコーナーに詰まらない方がいいですね、うん、コーナーに詰まったら伊沢のローキック食らいますよ。ここで第1ラウンド終了です。さあでは改めて正人さん、はい、いや本当にお互いレベルの高い、そうですね、というのがもう一瞬で分かる立ち上がりになりました。だけど思った以上に伊沢が距離を詰めてるなっていう印象ですね。もっと足を使って捕まらないかなと思ったんですけど、はい、ただまあこの武井のパンチもね、やっぱりさすがチャンピオンって感じですよね、さあ関根さん、はい、先ほどお話いただきました伊沢は頑丈ということで、はい、これ3ラウンドトータルで見たときにこの後どうなるかですよね。そうですよね、でも武井選手は自分が攻撃を仕掛けることによってローキックを食らわないよっていうなんか作戦のようにも見えるんですけども ね、 今のところなるほどそんなに被弾してないですよね。まあ攻めは最大の防御、そんな言葉もあります。さあ武井対伊沢第2ラウンドに移っていきます。ラウンド小足のベビーフェイス対無限ローキック第2ラウンド、スルスルっとコーナーを出ていったのはガードを上げながら青いグローブ伊沢奈美と、対する赤いグローブは現在のスーパーバンタムチャンピオン、いい奥足のローキックでしたね。飛び膝、
武井にはこの飛び道具があります。武井選手はあの K1 のトーナメントの時にはこうパンチ の印象強かったんですけど、クラッシュタイトル取った時なんかはやっぱ蹴りも、ね、あのすごく織り交ぜてダウン取ったりもしてるんで、うん、まあ、本当トータル的に何でも強いんですよね。なるほど。あの武井選手も武井選手で、この膝にただ伊沢は下がってくれません。ガード硬いですからね。ガードしっかり上げて伊沢です。こちらが青いグローブ、現在中国のプロモーションでベルトを持っているという伊沢。やっぱりガード硬いんで、ちょっとあの蹴りとかで散らした後にパンチいった方がいいですよね。いきなりパンチいくと、まあ、ガードの上からでもいいんですけど、まあ、なかなかクリーンヒット難しいですよね。まあ、あとは伊沢がどの辺りか、ローキックだ。ローキックでちょっと足が止まったか伊沢。さらに膝、左のフック離れ際は伊沢奈美人です。安田さん、本当に動きが止まらないですよね。そうですね、ずっと足を動かしてますよね、うん、すごい。ちょっと嫌がってるな武井の方が。武井が、はい、徐々にそのじわりじわりと、まあ、まさにボディーブローのようになんていう形容の仕方はするんですが、伊沢の場合はローキック効かせてまいります。ここも詰めて右のロー、奥足のローですよね。武井の左の足に蹴り込んでいくロー。そうですね。バックスティーン、武井選手が攻めてきた時の伊沢選手の返しのローキックが、武井選手攻めてる時がちょっと危ないかもしれないですよね、うん、左のミドルは武井です。まあ、この試合タイトルはかかっていないんですが、 K1 を引っ張っていくチャンピオンの一人として、はっきりとした形で決着をつけたいと語ったのは赤いグローブ武井。ここワンツー積極的に前に出ていきます。前蹴り膝、さらに左のボディフック左右です。ガードの硬い伊沢ですが、そこを崩していこうという、詰めていった武井、体勢入れ替える伊沢。ただ中丸さん、はい、この強いチャンピオンに対してですね、伊沢も今人生で一番強いと豪語しましたからね。そうですね、このルールでこれだけこう反発でローを効かせる選手ってなかなかねいないですし、ね、あと途中何とか出したあの足のかかと落とし、お、ちょっと待ってください、これはダウンではありませんが、奥足やがってますよ、ね、あれ正人さん、ダメージはあるんですか。ダメージは多少あると思いますね、うん。第2ラウンド残り10秒を切っています。前蹴り突き放しておいて、さらに中に飛び込んでいく武井。こうあれなんですかね、武井、はい、みたいにこう足を使うタイプ、あゆっくり追っていくと距離が縮まるんですよね。ゆっくり追うと縮まるんですか。急いで距離縮めようとしてもなかなか捕まらないんですけど、あえてずっとプレッシャーかけていくことなんですよね。これがああいうタイプを捕まえるやり方ですね。まあ、まさにそれを実践しているという伊沢奈美と、まあ、ただ関根さん、はい、これ武井も実は伊沢に対して結構ローキック出してるんですよね。入れてますよね、ただローキックなら俺の1000倍特許だと。伊沢のこのローで一瞬チャンピオンがぐらつきました。あれは足が滑った感じ。そうですね、なんかあそこコーナーで水具かもしれないですね、はい、こちらが伊沢です。中村さん、はい、第2ラウンドちょっと流れ変わりましたかね。そうですね、もうここ、まあ、伊沢選手の戦い方がこう変わることはないと思うので、うん、あとは武井選手がどう、対応するか、あと伊沢選手がこう蹴り続けるか、うん、そういう勝負だと思いますね。さあ戦いはファイナルラウンドです。武井義樹対伊沢奈美とファイナルラウンド。やっぱ伊沢選手、空手式のローキックなんてこう距離が詰まっててもこう一発でね、こうモーション少なくスパンと引かせますよね、うん、ここですね、はい、まずは左アウトサイドを蹴っていきました。そして正人さんがおっしゃったようにこうじりじりといくわけですよね。そうですね、そこに膝、さらにワンツーパンチ、まあ、ただ一瞬隙があればこうやってボディ上下に散らして最後持ってくる。さあどうだ、かすめた、ダウン、ちょっと左のハイキック、ハイの前にボディも効いたような気がしましたけどね。すぐさま立ち上がってまいります。これは久松さん、武井にとっては大きなダウン取りましたね。そうですね、このままちょっと見たいですね。さらに詰めて一気に猛攻を仕掛ける。腹ついた、ボディーだ、ダウンだ、ボディーだ、コントボディーだ。さあ3ノックダウン制です。あと1回のダウンで伊沢はナックアウト負けとなります。もちろん武井は仕留めに行く。3階級のチャンピオンが並んだ今大会、まず最初のチャンピオンとして出てきた武井。パンチが交錯した、しかし
強い強いですね。すごいですね。あの頑丈な伊沢を、いや僕あんな剣を負け見たことないですね、僕の選手が。そしてこの鋭い眼光、久松さんいかがですか。いやなんか王者としての貫禄がどん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 出てきてますよね。勝負タイムは3ラウンド1分10秒、3ラウンド1分10秒。あ、伊沢奈美とはもう目から涙が溢れています。いや中村さん、はい、おっしゃったように伊沢のこんな負け方、そうですね、武井選手のあの、そうですね、やっぱ中村さん言われたように、ボディーからが一番効いたっぽいですね、まあ、でもタフな相手にこういう倒し方ができるっていうところはやっぱり K-1 チャンピオンになってこういろいろ変わったと思います。なんかこう自覚とか、